久保さん、今回葉っぱの葉にしましょうかあのー、僕あの雑草が好きなんですけど、まあ、基本的にそのなんだ植物って、まあ、上に出てるより下の根の方がこう、まあ、養分を吸収するために根をこう張っていくじゃないですかだけど雑草ってまあもちろん下の根もあるんだけども雑草ってもう上も下もわさわさしてるじゃないですか どちらかというとね。花とかはなんかピンみたいな、綺麗な花みたいな。なんかわさわさしてないですよね。でも根はあるんだけど。僕はね、雑草でいいと思うんですよ。もう表も裏も,もう全部やりまくるみたいな <laughs>。だからあの、ヒカキンさんが昔ね、あの雑草っていう、ね、歌をね、リリースしてて、すげえ共感したんですけど <laughs>、雑草っていう <laughs>、いい歌ですよ。うん、雑草。 雑草魂というか、まあ踏んでも踏まれても、雑草って、まあ、綺麗な花って、あんまり踏まれないじゃないですか。でも雑草って、もうめちゃめちゃもう雑草だから踏まれるわけですよ。だけど、踏まれても踏まれても、また生えてくるみたいなね。<laughs> まあ、しつこいですよね。僕ね、雑草でいいなと思うんですよね。人生雑草でいいかなっていう。そう。別に花にならなくてもいいし、雑草でいいっていう、雑草で生きていくみたいなね。 うん、僕の人生はね雑草っすね人生とは何ですか雑草だなみたいなね雑草でしょみたいなね要はねその綺麗な花だと僕がこの雑草っていう考え方がやっぱこう出たのがやっぱね情報商材完全バイブルっていう本をリリースした時にまあ一生雑草だなっていう日の目は見ないなっていうどう考えても多分ね世の中の風潮が変わることはないんですよ 情報商材詐欺情報商材うさんくさいどうせ情報商材やだろうと情報商材ダメだよねっていう風潮は多分変わらないですでそれは発信してる YouTuber の,の影響力がある YouTuber の人がそれを言うしなおかつ市場でもそのまあ変な人もいっぱいいるので変な人もいっぱいいるあの影響力がある人が言う、まあ、この情報商材っていうねカテゴリーは一生日の目を見ない 僕がどれれだだけけ声を大にしてても、まあ、踏まれ続けるだろううなってい,う <laughs> ま言,い,続けい言われ続けるだろうなっていうだたまにそのね、あのー、情報商材をこう、まあ、デ,ィスディスってるというか、まああ,まりいいまあ、あまりいい感じで言ってる人がそもそもあんまりいないんですけどもでもそれをね聞くたびにね僕はね「いや俺本出してるな」みたいなね <laughs> 結構毎回ね踏まれる感じがするんですよね。 だって僕本出してるんで、情報商材完全バイブルみたいなね <laughs>。もう一生消えないし、一生消えないですよ。まあアマゾンから僕は消せばね、あれかもしれないですけど、別に消し方もわかんないし消そうと思わないですけど <laughs>、ずっとアマゾンに残ってますからね、情報商材完全バイブルっていう本が。だからまあその時に腹くくりましたね、本をリリースするときに。この名前で、この名前で本を出すっていうことは、一生僕は こいつと向き合っていかないといけないし一生俺も僕は情報商材屋なんだっていうところで、まあ、腹くくったというかねなんか覚悟を決めたというかそういうのはありますねうんでもそのうんなんだ全世の中の流れは変えることもできないだろうし変えようとも思わないんだけども全部が全部情報商材が悪いわけじゃないよっていうところはねまあ一部の人でも伝わってね その概念だったりとか考え方をちゃんと、まあ、リスペクトしてもらってちゃんと発信してもらえればまあ世の中はちょっとちょっともよくなんねえかわかんないですけど <laughs> うんまあまあまあなんだろうなうんまあちょっとでもなんかあのまあでかい海でかい海にね竿を投げるみたいなねじゃあ竿を投げたところでその海のね あれは変わらないかもしれないけど、竿は投げられるぞみたいなね。そう。うん。だこれも結局、なんだろうな。な、僕はちょっとイメージしてるんですけど、あとこの活動をね、僕の発信スタイルですね。僕の発信スタイルだったりとか、まあ正直もう久保さんのチャンネルは僕ジャックしてる感じじゃないですか。だから久保さんのチャンネルと僕のチャンネルは同一みたいな感じなんで、まああとは、 熟成さんですよね僕の考え方とか、僕のマインドだったりとか、情報ビジネス、コンテンツビジネス、情報商材の概念をしっかり理解した上で、しっかり発信してる人、でそ,そこに集まる人で、そういうのを全部ひっくるめると、まあ、結構な大きいボリュームになるんじゃないかなと思うんですよね。この20年この活動を続けたらね。60歳になった時に、まあ、確かに情報商材は、まあ、ちょっと微妙だけど、こいつはちょっと違うよね、みたいなね。 いやこいつは <laughs>、こいつはなんかちょっと違うなっていうような、こいつだけは違うみたいなね。まあ、そういうポジショニングは取りたいですよね、うん。情報詳細といえばこの人しかいないみたいな。うん、情報詳細でここまでやってるやついねえぞと。うん、なん僕が、あと、いっぱいやる理由の一つとして、その情報詳細を売ってて儲かりますよみたいな言ってる人が、 ここまで発信してる人を続けて発信しまくってる人はいないので、まあ、これからもこれを続けていけばそれをちゃんと言える <laughs> 言います周りにっていうあなたがまあ情報商材買う人ってノウハウコレクターの方多いんですけどあなたがあなたに販売してきた販売者っていうのは今いますかとその販売者っていうのはこれだけ発信してますかとサポートしてますかとしてくれてましたかみたいなね もううめちゃくちゃゃくったろうかなと思いますけどね。多分僕ね60歳になったらすげえ楽しみなんですけどこの活動20年やった後のこの根拠ですね圧倒的な根拠を作って圧倒的な根拠を作ってその根拠を武器に根拠というか武器というか事実なんで事実の根拠というかね根拠の事実わかんないですけどそれを積み上げていってそれをもう圧倒的に言っていくってことですね。 そうすると結構ポジショニング取れると僕は思ってますけどね。あと20年後が楽しみですね。まあ20年後生きてるか分かんないですけど、まあこの活動は続けますので、奥万長者合宿も多分20年後もやってると思うんで生きてればね、お互いに。20年後言えるじゃないですか、久保さんは。<laughs> ね、20久保さん70歳ですよね。僕60歳でね。久保さんもう70ですかーみたいな。い僕も60になりましたよ、みたいな。 早いですね人生2つうのは」みたいなね久保さんあの人生2のは何だと思います ?70 年生きてきてみたいなね <laughs> それ聞いて意味あるのみたいなねそれやり取りしてるかもしれないですね <laughs> はい。まあ根拠はね作って作るべきだと思いますよだって根拠がないよりね根拠があった方がいいに決まってるんでそんなのはうんただしあの根拠がない自信っていうのは要は行動できない人に対して 何かしらの理由をつけて何かしらのななな何でもいいんですよ。別に根拠がない自信であろうが根拠がある自信であろうがあのバカでもな何でもいいんですよ。何でもいいんだけどその行動できない人に対して一つのエッセンスとしてそういう考え方があると行動しやすいよねみたいななんかそういう一つのセットなんですよね。だけどあそうだ根拠がなくても自信を持ってやろうと思ってできるんだったらそれはいいと思いますよ。 だ僕はもうハイブリッドなんですよ。根拠がなくてもやればいいだけなんで。要はなん、なんだろうな。その、自信に、自信という言葉に、うん、支配されない。要は、自信がないから行動できない。自信があるから行動できるっていう、多分、なんか法定則い、一般的ななんか価値観があるんでしょうね。僕からすると、自信があろうがなかろうが関係ないんですよ。やることに関しては。 でも多くの人は自信がないからできない。じゃあそ、それって、あの、根拠がないから自信がないんでしょみたいな。結果が今まで稼いだことがないから自信がないんでしょでも、大丈夫だよと。根拠がない自信を持てばいいんだよみたいな感じで、なるほど。結果が出てなくても、実績がなくても、根拠がない自信っていうのがあるんだと。根拠がないけど、自信を持ってやってみよう。前に進んでみよう。OK じゃないですか、別に。そう思うんだったらね。うん。 でも僕はね、でも、そう、それもよくいいとは思うんだけども自、自信に左右される人生ってどうなのかなみたいな。<laughs> 自信がないとできませんっていう人生ってどうなのかなっていう。自信があろうがなかろうが、もちろんあった方がやりやすいかもしれないけども、別にそこは関係ないと僕は思うんですね。うん、それはまあ僕の実体験ですよ。だってセミナーなんか自信なかったっすよ。全くないですね。 恥ずかしかったし人前で話すでもともとゴーストライターずーっとやってたんでねゴーストライターずーっとやってて人前で話すなんか恥ずかしくてできないですよ自信もなかったし怖かったしでもビジネスをやる上で信頼関係を構築するっていう上でリアルセミナーをやった方が早く顧客との関係性が構築できるっていうのはそれは分かるんで分かってるからそれをただやるだけなんですよねでビジネスで最も大事なのはお客さんとの関係性を構築することまずここだと じゃあ一番早く構築、一番早くね、最短で構築できる方法ってリアルであった方がいいに決まってんじゃないですか、そんなのは。うん。だからそれをただやっただけで、自信も何もなかったですよね。で今はもう自信はありますけどね、相当、セミナーも何百回もやったから。まあ、動画の話もそうですけど。うん。ただね、その堀江さんの講演の話に戻すと、結構自信あったんですよ。相当喋ってるから、その、自信あったんですよね。 結構俺喋ってるぞみたいな喋ってきたから堀江さんにこう結構言ったろうみたいなちょっと思ってたんですよねでだけど司会の方がね「あ吉谷さんどうぞ」みたいなこうマイクがこう来てきた時にねもう心臓バクバクして久しぶりに心臓飛び出そうなぐらい緊張してちょっと震えながら「いや、まあ、一応なんかちょっと言ったんですけど、まあ、堀江さん人生とは何ですか?」っつってその後とね、まあ、秒殺で切られてねもう,もう真っ白ですよいや自信はありましたよ自信があっても真っ白です 織江さんにそれ聞いて意味あんのみたいな意味あんのそれ。意味あんのみたいな <laughs>。まあ頭真っ白っすね。自信あっても。もう全くつその後何喋ったかようわかんないですよ、僕。<laughs> だから自信があってもあんま意味なくないっすか、別に <laughs>。うーん。まあ自信があってもやりやすいっていうだけの話で、別にどっちでもいいんじゃないですか、どうでも。 やいなんかねやっぱ雑草が僕はしっくりきますね雑草っていうのが踏まれても踏まれてもとりあえず生えるみたいな、まあ、僕の髪の毛はとりあえず生えてくれないですけどね <laughs> 雑草みたいに生えてくれればいいんですけど全然生えないですねいってらっしゃい